知県に来てます、ね、横でね笑ってるねこのケラケラ人のねあのねミスをね一番喜ぶねあの明徳の後輩です。じゃあよろしくお願いします。自己紹介。はい、ようさんの後輩の明徳の清水翔です。はい、今愛知県でかけるっていう卓球道場をやってます。今日はようさんにですねコーチとして来ていただきました。そうなんですよ、中学校と高校のね明徳の6年間で行ったね、はい、一緒にね2人でねちょっと全中優勝させてもろて。そうですね、2人じゃないけどまあ5人やけどまあ完全にようさんのおかげですよね。いやいや、僕はもうなことない、僕は負けてるんで負けてるね、ダブルス負けてる。俺にボロクソ言われて悔しかったっていう、ね、そうそうそう、大事なとこで負けてるんでね、はい、いやいや、もうそんなね後輩にねもうお互い卓球場を持ってて、うん、一緒にねこうやって合宿呼んでもらえても最高ですよ。まあでも今日試合するっていうことでボコボコにするんで、はい、まあ多分ですけど僕が勝つと思うんで申し訳ないですけど、もうそこはもう僕現役を引退してもう20年ぐらい経つのかな、10ぐらい経つんですけど、多分まあ負けないんじゃないかなと思います。まあそれはちょっとこの後やってみて、やってみて、ね、はい、もうガチなんでね、ここガチでちょっと皆さん見てください、はい、ではお願いします。攻撃力高いし、ブロック力低いね。サーブレシーブがちゃんとできないと勝てないね、俺は。
持ち帰る必要ないよ。いいよ。何かしてくるなと思ったの。分かった。お前怖い。あれか。結果は見ての通りです。いや強いっすね、やっぱ。まあね、シークの方がやりにくかったっすね、やっぱ。やっぱり。もう昔のイメージでやっぱペンの方が僕はやっぱ対策ができてたというかありましたけど、まあ、ペンも途中なんかもうチキータとか、なんか最新の技術おっさんが使ってるんで、もうなんじゃそれと思って、ね。まあ、もうちょっと次は自分のマイラケットとヨウさんにいろいろこの用具いいよって聞いたんで、卓球練習用のラケットじゃなくてね、ちゃんとして昔の用具使ってんだもん。まあその用具では無理やって、俺に勝てんよ、ね。はい、まあ用具大事ですね。用具大事、はい。でも久しぶりに動いて楽しかった。楽しかったですね。何十年ぶりを卓球したの。もう足もうすでに 2,3 回釣りましたけどね。動けないですよ、もうね、本当に。いやでも最高っすね、やっぱりこう青春時代を一緒に過ごしたね、うん、仲間っていうのはね、いつになっても戻れるよね、はい、やっぱね。10年以上経ってますもんね。ね、あったけども、初め会った時も瞬間にすぐね、10年ぶりとは思えない。まあ僕が太ったんでね。あれで誰やねんって思ってる人多分たくさんいると思う。結構太りすぎやろ、ね。ショー清水はレアキャラだから。そうですね。あんまりこうメディアにはね露出僕はしないんで、もうヨーヨーさんなんでね、もう出るだけなんか。クルマ来た。はい、クルマ来たです。まあでも大丈夫。うん、いや、そういうことでこの動画がね、はい、良かったと思う方はね、はい、高評価、そしてねチャンネル登録の方もねよろしくお願いします。お願いします。まあこの後は飲み動画とかもしかしたら出るかもしれないですけど、もうあれも多分ですけどオクラですね。まあオクラ動画何個か撮ったかもしれない。やばい。まあ面白いチャンネルいっぱいあるんでね、まあお願いします。はい、ではさようなら。はい、バイバーイ、またねー。